朝のルーチン心理学、昨日もねちょっと朝飯を食べない抜いてるんでね、よもぎもレモンバームも取っていないだけども、あやめが咲いたんでね、まあちょっとお花をね、見ていこうかなと。ゼラニウムも咲いているし、これジャーマンアイスなんじゃないかなと思っているんだけれどもね。まあこんな感じでね、ストーブの煙突のところにね、近いんで今火はね焚かないようにしている。ロウバイのね実種、まあこれ今年もねいっぱいできたんで、またねロウバイ、これもロウバイね、どん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 ね、ロウバイ生えてくると、あ、アスパラガスがそろそろ伸びてくるかな、どうでしょう、アスパラガス、あれ折れてるぞ、おい、これ誰の仕業、あれ風の仕業かな、これが風で揺れてそれで折れたのかな。ここにもう一個出てきてるけど、これも危険といえば危険だな。これは食べれそうな気がするんだけどね。ミョウガ、タンポポ、タンポポの葉っぱもこれどんどん取って食べなきゃね。これはねメガドンキで買った、ネギが、まあ、伸びてきたと、ね、根っこのところだけ取って植えたらまた食べられるかなと。これラッキョウね、たくさんね、ロウバイの種すごいね。今年花を取らなかったんでね、花を取ってね、あのお茶にするっていうのがあったんだけど、花を取ってない、これはサザンカね、茶毒蛾が出るか出ないかというのでね、で、イノバラの花ね、イノバラの花も咲いてきた。ノースポール、こっちはゼラニウムだね。あ、ワイルドストロベリー、片葉実はね、これ紫片葉実はね、昼間にならないと花開かないんでね、朝は閉じている。これねゼラニウム、全部挿し木なのよね、一つの株っていうのかな、だんだん色が変わってきたのよね。あ、松葉菊もね、松葉菊、朝は閉じている。結構ねあちこち花が咲いてきてね、咲いてきてね、賑やかになってきたんだけど、これもね黄色い花、これなんだか分かんないんだけどね、これも花終わったけどね、黄色い花、あー、ユリのうんこ虫、ユリを食べるウンコムシ、ランタナ、これはあれだね、
なんだっけ、なんとか南天、ヒイラギ南天だ、ヒイラギ南天の花。スズランの木はまだね、花芽が出てこないね。デュランタも結構ね、葉っぱが開いてきたんでね。こっちはなんだ、ツルメモドキのね、オカブ、もう花は終わった。ピラカンサ、コオニタビラコ、イヌツゲ、つぼみは出てるけどもまだ花は開いてないみたいな感じね。でツツジ、ツツジはね、この家のこの庭のツツジは本当花が少ないのよね。知らん、菜花、菜の花で平戸ツツジ、柿の花が咲いてきたかな。あ、咲いてきたね。これでね、これ雄花ね、雄花の花。雌花はね、ポツンって一つだけね、咲くような花が雌花なんだと思ってるんだけどね。今年はないかな、去年一個だけ咲いてね。今年は、ちゃんとね、柿の実がなったんだけどもね、去年ね。まあ、食べなかったけど。ボロギク、紅花ボロギクか。松葉雲乱に、これなんつったっけな、これ多分種もらった種をまいて出てきたんだと思うんだけど、名前がよくわかんない。この白い花ね。これはもう種だね、アメリカ風呂の種。この松の木はこのね、黒松の赤ちゃんが出てきたと。で裏もね、今ローズマリーは花が一通り終わったのかな。こっちは花が咲いているのは、あ、これもツツジね。あ、そういえばエゴノキ、これは菜花ね、菜花と、長見ひなげし、長見ひなげしと菜花。あ、ここもアスパラガスが出てるんで、これはね、取って食べちゃう。ここね、こうやってね、アスパラガス、菜花、これがウド。ウドもこんだけ大きくなってきたらね、こういう新しいね、葉っぱ、芽をね、摘んで食べればね、味噌汁の具なんかにしてもいいと思うんだけどね。今何株かに増えたのかな。これ一株でしょ。こっちは別株なのかな。まだ一株なのかな。だんだん増えてくれないとね。行者ニンニクもね、なかなか増えないし。あ、ここにもあるね。アスパラガスね。これまた明日にするか。で、ミョウガが伸びてきたんで、ね、今年もミョウガは食べられそう。で、ね、エゴノキ、あれピンときてないね。
とピンとピンときた。洋の木ね、よく石鹸を作るとかっ てね、これ毒なのよね。毒の木と言われている。食べたらダメなんだけども、なんか石鹸を作るとかっ てね、これでねやってる人もそれからビオトープ、あれメダカが見えない。あ、ここにね、なんだっけ、水草の名前すぐ忘れちゃうな。ね、ここに水草浮いてるけど、これはあの土に植えないと増えないっていう水草なのよね。浮かせといたらダメだっていうね。増えないという。なんでね、他のやつ全部一回ね、土に刺したんだけども、またね、抜けて出てきちゃったんで、これ後でね、刺そうかと。で、五葉松のね、これが、雄花だと思うんだけどね。で、この先っぽについてるのが、雌花なのかなと。ピンときてる？でこれ去年ね、松ぼっくり、去年咲いた花が今こんな感じ。メバ、要するに大花、雌花が咲いて雌花だけを残して剪定すると、こういうふうに松ぼっくりがね、ピントが来ないね。まあそんな感じかな。ここにもね、あやめがね、これも花が終わって、これはあのジャマアイスじゃなくて、多分日本古来の綾部の園芸種だと思うんだけども、綾部もね、園芸種いろいろあってあるからね、わかんない。そんなところかな。よもぎがあって、あー今ね、アゲハチョウの赤ちゃんがね、赤ちゃんつったらやられたかもしれないけど、これね、アゲハチョウの幼虫ね。これは夏みかんの木だから、夏みかんの木の場合はなぜっけ、アゲハチョウでもナミアゲハ、キアゲハ、やっぱりあとね、黒いアゲハチョウもいるしね。これはツルメモドキのメカブ、メカブだからね、赤い実ができるんでね、今伸ばしてるんだけど、まあ遠いところで今日はね、お花を見て回ってアスパラガスを収穫。あ、ここにアジサイも咲いてるわ。ヤマアジサイだと思うんだけどね。これももらった苗なんでね。もらった苗というか、要するに花を生けるような感じで花をもらったんだけど、それ刺しといたらね、根付いたという。って感じで花をね、見て回った。今朝も庭が気持ちいい。